たけしさんが選んだ極上のスライダー、はい、この人です。伊藤智人が一つのアウトを取ればという場面で野村監督がマウンドに送り出しました。ピッチャー伊藤智人、6球投げた、打ちました。これは浅いフライになった、外野フライ。ライトが前進する、稲葉落下点、ボールを掴んでアウト、スリーアウト、試合終了です。5対2スワローズが勝ちました。伊藤智人投手、元ヤクルトスワローズのピッチャーでございます。もう大体の皆さんご存知かと思いますが、改めて前のアナウンサー。はい、1992年にスワローズに ドラフト1位で入団した伊藤智人選手、うん、1年目先発で初登板を果たしまして、7回10奪三振2失点でプロ初勝利を挙げます。150キロを超えるストレートと高速スライダーで投球回を上回る三振を奪い、前半戦だけで12試合に先発し7勝2敗、防御率は 0.91、うん、完封4回を含む完投は5試合という成績を上げました、はい、しかし7月の中旬にルーズショルダーを抱えていたため戦線離脱、うん、この年実働3ヶ月ながら巨人の松井秀喜を抑えて新人王を獲得しました、はい、この後怪我のため2年間1軍で登板はできなかったんですが、97年は抑えとして活躍しカムバック賞を受賞されました、うん、その後は怪我に悩まされ思うように投げることができず、2003年に引退されました、はい、ということで、たけしさん、はい、たけしさんの年齢は2つ下という伊藤智人さんですね。そうですね、まあそれこそ成績数字はね、うん、こうすごい数字を上げてないんですけども、うん、はい、記憶に残る選手でしたよね。実働7年通算勝利数は37勝ですが、あの松井秀喜さんを抑えて新人王を取りました。そうですよね、はい、まあ伊藤智も怪我がね、はい、もう多かった選手なの で、ね、もしなかったらっていうたらればの話をすると、うん、とんでもないピッチャーだったなっていうね気はしますけれども、はい、まあでもあのスライダーはなかなかでしたよ。そのいわゆる肌感覚でいうとどんなスライダーなんでしょう。いや、とにかくね、まあ、スライダー大きいんですよ、はい、曲がりが大きいんですけども、大体変スライダーが大きいスライダーって、はい、なんていうか軌道がね、うん、バッターからすると見えるんですけども、うん、でも伊藤智のスライダーは軌道がなかなかね分からなかったっていうか、ストライクボールの見極めがね難しかったですね。大きかった分曲がりが、うんうんうん、ですからもう外の スライダーでほぼ空振りしてしまうんですけど、はい、ボール球振っちゃうんですよ。あ、なるほど。だからもうボールが来る軌道が、うんうん、もうやはり自分のインコースぐらいのところから来て、うんうん、スライダーがボールになりますから、うん、頭のねイメージとね振るイメージが全く合わないんですよ、ね、うん、なるほど。これがね非常に伊藤智の凄さだったんじゃないかなと、うん、あ、そうですか。まあでも球も速かったですからね。そうですね、この辺のまっすぐスライダー、うん、ほぼ2球種だったですよね。はい、そうでした。これでもうねじ伏せられてましたね、うん、はい、1年目が1993年です。たった14試合の登板、うち先発が12試合、勝利数は7勝、ですから登板して半分で勝ったんですね。しかもすごいのが5完投4完封、防御率が驚異的です。先発ピッチャーですが 0.91 と、これはすごい、ね、いうことで松井秀喜さんだってね、それなりのインパクトは武さんありましたよ。そうですよね、ありましたけど、それ上回っちゃうんですから。これ投球回数は109イニングです。まあそれで 0.91 でしょ、うん、いやすごいね、やっぱりすごいですよね。私が大学生だったかな、ちょうど大学1年生だったかな、はい、ほらやっぱり覚えてますもん、はっきり、すげえ人出てきたってそうですね。ですから、僕以外でもこのスライダーがすごいって言ってね言う投手は伊藤智っていう人はたくさんいると思いますね。まあ、たくさんいるんですけどね、あのスライダーでも、スライダーもいろいろなこのねスライダーってこう一括りにするけども、はい、もう本当にね曲がり方がねいろいろあるんですよ、うん、はいはい、大きいスライダーもあれば、はい、高速スライダーもあるし、うん、今本当ねカットボールっていうのもね、はい、ありましたから、僕ら若い時はカットボールってあんまなかったんだけど、うん、そうですね、そういう部分に関してはあの大きなスライダーでバットに当たらなかったっていうのは伊藤智が、うん、まあ、ナンバーワンだったかなっていう気はしますね、うん、はい、
三振を奪い、前半戦だけで12試合に先発し7勝2敗、防御率は 0.91、 完封4回を含む完投は5試合という成績を上げました、はい、しかし7月の中旬にルーズショルダーを抱えていたため戦線離脱、うん、この年実働3ヶ月ながら巨人の松井秀喜を抑えて新人王を獲得しました、はい、この後怪我のため2年間1軍で登板はできなかったんですが、97年は抑えとして活躍しカムバック賞を受賞されました、うん、その後は怪我に悩まされ思うように投げることができず2003年に引退されました、はい、ということで武さん、はい、たけしさんの年齢は2つ下という伊藤智人さんですね。そうですね、まあそれこそ成績数字はね、うん、こうすごい数字は上げてないんですけども、うん、はい、まあ、勝利数は7勝ですから登板して半分で勝ったんですね、しかもすごいのが5完投4完封防御率が驚異的です。先発ピッチャーですが 0.91 と、これはすごい、ね、いうことで松井秀喜さんだってね、それなりのインパクトは武さんありましたよ。そうですよね、ありましたけど、それ上回っちゃうんですから。これ投球回数は109イニングです。まあ、それで 0.91 でしょ、うん、いやすごいね、やっぱりすごいですよね。私が大学生だったかな、ちょうど大学1年生だったかな、はい、これやっぱり覚えてますもん、はっきり、うん、すげえ人出てきたってそうですね、ですから、僕以外でもこのスライダーがすごいって言ってね、人がなかなかね分からなかったっていうか、ストライクボールの見極めがね難しかったですね。あ、そうですか。大きかった分曲がりが、うん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 、ですからもう外の スライダーでほぼ空振りしてしまうんですけど、はい、ボール球振っちゃうんですよ。あ、なるほど。だからもうボールが来る軌道がもうやはり自分のインコースぐらいのところから来てスライダーがボールになりますから、頭のねイメージとね振るイメージが全く合わないですよね。なるほど。これがね非常に伊藤智の凄さだったんじゃないかなと。あ、そうですか。まあでも球も速かったですからね。そうですね、この辺のまっすぐスライダーほぼ2球種だったですよね。はい、そうでした。これでもうねじ伏せられてましたね、はい、1年目が1993年です、たった14試合の登板、うち先発が12試合。記憶に残る選手でしたよね。そうでしたね、実働7年通算勝利数は37勝ですが、あの松井秀喜さんを抑えて新人王を取りました。そうですよね、はい、まあ伊藤智も怪我がね、はい、もう多かった選手なので、ね、もしなかったらっていうたらればの話をすると、うん、とんでもないピッチャーだったなっていうね気はしますけれども、はい、まあでもあのスライダーはなかなかでしたよ。そのいわゆる肌感覚でいうとどんなスライダーなんでしょう。いやとにかくね、まあ、スライダー大きいんですよ、はい、曲がりが大きいんですけども、だいたい変スライダーが大きいスライダーって、はい、なんていうか軌道がね、うん、バッターからすると見えるんですけども、うん、でも伊藤智のスライダーは武さんが選んだ極上のスライダー、はい、この人です。伊藤智人が一つのアウトを取ればという場面で野村監督がマウンドに送り出しました。ピッチャー伊藤智人、6球投げた、打ちました。これは浅いフライになった、外野フライ。ライトが前進する、稲葉落下点、ボールを掴んでアウト、スリーアウト、試合終了です。5対2スワローズが勝ちました。伊藤智人投手、元ヤクルトスワローズのピッチャーでございます。もう大体の皆さんご存知かと思いますが、改めて前のアナウンサー。はい、1992年にスワローズに ドラフト1位で入団した伊藤智人選手、うん、1年目先発で初登板を果たしまして、7回10奪三振2失点でプロ初勝利を挙げます。150キロを超えるストレートと高速スライダーで投球回を上回る